実験では吸い殻でいっぱいになったガラス製の灰皿にタバコを置いた場合と、タバコの火をよくもみ消さずにゴミ箱に捨てた場合を再現し、経過を観察しました。実験開始から約10分が経過しました。ゴミ箱からもくもくと煙が上がっています。今ゴミ箱の内の温度が128度になりました。ここで警報器が作動しました。さらにその1分後、今右手のゴミ箱から火が上がりました。室内は煙で充満しています。またガラスの灰皿はタバコを置いてから20分が経ったところで、はい、今灰皿が割れました。灰皿が割れ、タバコがテーブルにこぼれ落ちます。このまま時間が経つと座布団やカーペットに燃え移り、火災につながるといいます。去年、新潟市ではタバコが原因となる火災が14件発生し、出火原因の1位となりました。今年に入ってからもタバコが原因の火災がすでに9件起きています。火災になるケースでは吸い殻の始末ができていないことが多いといいます。タバコの始末は水につけるなどしてしっかりとするということ、あとは吸い殻を灰皿にためない、それと歩きタバコはしない、そういった点にも注意していただきたいと思います。新潟市消防局では火災を初期段階で発見し被害を抑えるために、住宅用火災警報器の設置も呼びかけています。タバコの火災の場合、煙が多く出ます。人がいない場合でも住宅用火災警報器は煙を監視して火災を見つけてくれますので、住宅用火災警報器必ずつけていただきたいと思います。